それで真冬のお母さんってどんな人なの？普通の人だよ。勝手に人のものを捨てようとするなんて全然普通じゃないでしょ。さっき昔シンセを捨てられそうになったって言ってたけどさ、あんたは何も思わなかったの？何も。でもお母さんは私の将来を考えていってくれてると思う。音楽に時間を使うより受験勉強につながることをした方がいいはずだって。それが将来のためになるから。だから私は音楽を、音楽を。真冬。でもあんたには必要なんでしょ？だったら親に話さなきゃダメじゃん。黙って親の言いなりになることなんてないんだから。別にそんなつもりない。お母さんが私のことを考えてくれてるのは本当のことだと思うから。だからそれが親の押し付けだって言って。エナ、真冬のことが心配なのはわかるけど一旦落ち着こう。真冬にとっては大切なお母さんなんだからさ。それはわかってるけど、真冬はお母さんの言ってること正しいって思ってるわけ？うん、正しいと思う。そう。でも本当にそう思ってるのならここには来てないんじゃないの？うん。だってあんたの母親は音楽よりも勉強しろって言ってるんでしょ？それが正しいって思ってるならあんただって部屋で勉強してるはずじゃない。それは、私音楽はもうやめるよ。それで将来のために受験勉強する。だから安心してお母さん。世界に行こう。私は分からない。まあまあ、真冬も疲れてるみたいだし、この話はまた今度にしない？そうだ、レンの歓迎会とかやろうよ。早くみんなと仲良くなれるようにさ。え？僕も？いいけど、急だね。ふふ。いいんじゃないかしら。メイコも、もちろん参加するわよね。関係はするけど、騒ぐのは勝手にやってちょうだい。みんなもいいかな？断る理由もないしね。別にいいよ。私も大丈夫だけど。もしが終わるまでは、無理。ああ、そうだよね。ごめん。今日は先に帰るね。勉強しないといけないから。真冬。何？私が言えることじゃないと思うけど、家族を、お母さんを大切にしたい気持ち、わかるよ。でも、無理はしないでほしい。真冬が苦しんでるのは、嫌だから。ねえ、真冬？僕は真冬が好きなようにしていいと思うよ。親の言うことを全部聞く必要なんてないんだからさ。勉強に疲れちゃったら、
フェニランにだって遊びに行ってもいいんだし。フェニラン、そうだね。ありがとう。じゃあ、また。あ。真冬のために何かできることはないのかな。そうだね。でも、奏は今も十分、真冬の力になってると思うよ。うん。いつも真冬のために、曲作ってるし、心配になる気持ちは、わかるけど。ふふ。リンも心配だものね。うるさい。ねえ、かなで。もし、真冬のために悩んでるのなら、真冬と一緒に、曲を作ってほしい。え？真冬は、かなでたちと曲を作ってるときは、安心した顔をしてるから。だから。確かに、それが一番いいかもね。真冬は分かってなさそうだけど、こっちの活動も大事だって思ってるみたいだしね。そっか。となると、奏に早く曲を作ってもらうためにも、フェニランに行ってリフレッシュしなきゃね。本当は4人で行ければよかったんだけど、無理強いするのは良くないと思うし。ま、結果的にそれが真冬のためになるならいいんじゃない？そうだね。みんなありがとう。真冬のために早くラフを作れるように頑張るよ。うん。頑張って、かなで。うん。真冬ちゃん、大丈夫、かな。真冬は、お母さんの言ってること、正しいって思ってるわけ。でも、本当にそう思ってるのなら、ここには来てないんじゃないの？私は、どうして？